はい、重たい週明けの気分をサッカーでちょっと明るく、週明けイレブン第83回放送スタートです。本日は11月の25日の月曜日、生放送スタートです。昨日まで5日間、福島県の J ビレッジで、地域 CL の決勝ラウンドを、取材しておりました。昨日の夜中も1時2時ぐらいに帰ってきてね、今日この生放送いろいろ準備してまいりましたということで、まあ特集は、地域シールの最終日を後ほどやりますが、オープニングはですね、いつものコーナー、レギュラーコーナーをやるので、今すでに画面にはマナちゃんから出てきてますが、高校2年生のね、最近あのマナちゃんの制服の胸のところにちゃんとあのビターチャンネルのワッペンがつくようになったんですね。それでは J リーグ、ヘッドラインニュース J リーグ編からいきましょう。お願いします、まなちゃん。はい、 J リーグトピックスからいきます。1番、日本代表国内組主体でベネズエラに惨敗。 J1 優勝争い、マリノスが東京を抜き現在首位。 J2 横浜 FC 13年ぶりの J1 昇格決定。優勝の柏は13得点の J リーグ記録。プレーオフ狙う水戸、新スタコースを発表するも総得点数でなく、5 ACL 決勝、浦和アルヒラルに2対0で敗北。アルヒラルが ACL 初優勝。この5本です。ピックアップは4番です。水戸ホーリーホックは岡山と対戦した最終戦、前半に先制をし、同じプレーオフ圏内を争う山形が町田に逆転されたので勝ち点、得失点差で山形に並んでました。そんな時、わずかな望みがある岡山が後半アディショナルタイムにセットプレーのチャンスを得て、ゴールキーパーをゴール前に上げてきました。そんな岡山の攻撃をしのぎ、岡山のゴールはがら空き。あと1点取れば6位になれる。ボールを前に送れと、スタジアムの水戸サポだけでなく岡山サポ以外のダゾーンの視聴者は全員そう思ったが、追加点を奪えずホエッスル。得失点差で山形と並んだ水戸は総得点で負けていたので、初のプレーオフ進出を逃してしまいました。週明けスタッフの皆さんは、地域チャンピオンズリーグのことでてんてこまいだったと思いますが、 J リーグにもこんなドラマがありましたということです。以上です。はい、ありがとうございます。いろいろ5本のニュースに、まあ主に J リーグのね、最終節のその何ですか、 J2 のね、あのニュースもありましたしね、私が J ビレッジにいる間に本当に日曜日いろんなことがあったんだなっていうのはね、この5本だけでもよくわかりますが、いやいや、私浦島ですねあの、まあ、帰りの車でですね、あの柏レースが13点取ったっていうのだけは、あの帰りの車の中で見ましたから、あのはあみたいなね。で、まあ、ちなみに週明けイレブン、毎週この L 字画面をやっておりますので、画面の左側に今ちょうど J3 の順位表出てますしね、試合結果もつらつらと出てますしね、まあ、J3 はまだあと2節残ってるし、あ、今 JFL に切り替わりましたね。 JFL もラスト1節でね、いよいよ本当に、1部から4部までがクライマックスですねと、はい、まあ、なんですか、まあ本当、紹介したい、このクラブこの順位になったのかっていうのはいっぱいあるんですがね、まあまあ来週以降話しましょうかね、 J リーグのことはね、まだ残ってますからね、プレーオフもあるんでね、最終順位がいろいろ決まってからやりましょうか。さあ、それでは R リーグ編のニュースいきましょうか。5本次画面、はい、ではまるちゃん、ニュースお願いします。はい、 R リーグトピックスです。地域チャンピオンズリーグ、いわきコーチが JFL 昇格内定。福井サポーター災害ボランティア活動。 JFL 選抜、今年はネパール遠征。 JFL 鈴鹿、山岡社長が退任。ミラ監督は続投。琉球大、中野雄二監督が G 新体制へ。ピックアップは4番です。 JFL 鈴鹿、山岡社長が退任。ミラ監督が続投。JFL 鈴鹿は22日、親会社ノーマーク社の株式譲渡を発表。それに伴い、代表取締役社長の山岡氏の来年1月31日付での退任が発表されました。
来場者に現金1000円プレゼントなどの斬新な企画で話題を巻き起こした名物社長が退任することになります。なお鈴鹿は昨日のホーム最終戦にてスタジアムグルメの無料バイキングを実施、社長も自ら焼きそばを調理し振る舞いました。またミラグロス・マルティネス監督との契約更新を発表、来シーズン以降の鈴鹿がどのような場所に行くのか注目ですね、ということです。以上です。はい、ありがとうございました。まあこの R リーグの5音もいろいろねありますが、まあ一番上の地域 CL の方の足はこの後特集なんでやります。まあこの2番目もね、私も J ビレッジに滞在中にね、福井のサポーターの人がボランティア活動してるっていうのは1日目が終わった後のね木曜日とかに、はい、見かけたとかね、ニュースとして見かけたんでね。まああとは JFL のあれですか、ミラさん続投、これはいいニュースですね、よかったですね。あ、5番目のニュースもねいろいろありますが、私来週の JFL の最終節でね、琉球ドラゴンズと松江シティの、まあ、最後のこのなんですか、残留するのはどちらだかっていうゲームに行こうと思うんで、中野先生にお会いできればいろいろお話も聞きたいなと思ってるっていう感じで、まあ花ちゃんにちょっと話しかけるとしたら、そうですね、どの話題にしましょうか今迷ってんですけど、花ちゃんネパールって行ったことありますか、ちなみに。海外に行ったことがありません。日本国内だったらいろんなところお父さんとお母さんって行ったことあるんだけど、ネパールっていう選択をしたこともないです。ごめんなさい。いや、いいんですよ別に行ってなくて当たり前だと思うんでね。いや、今度一緒にね JFL 選抜の試合を見にね、マナちゃんが一緒に行ったらどうかなってちょっと思ったんでね。ちなみにサンボーチはね、昔からいろいろ東南アジアとかね、ヨーロッパとかブラジルとかサッカーを見にいろいろ行ってたんでね、また日本のサッカーとは違う、こう外国で見ると楽しいですよ。美味しいもの、地元の美味しいもの食べたりね、という雑談も今夜な、割とのんびり序盤進行してるのはね、いろいろ理由がありましてね、まだ特集にはいかねえぞっていうねことですけど、ディレクターさんにお願いなんですけど、ちょっとプレゼント企画のことを先にちょっとやりたいなと思ってですね、まなちゃんにね今出てもらってるんでね、毎週私から前段でちょっと準備しておいてもらっていいですか。今月の11月の79回放送からプレゼント企画をやってまして、J3 今2位ですかね、確か L 字の順位でもまだ2位だったと思うんですけど、藤枝前 FC、好調ですよね。で、この J3 藤枝前 FC の快進撃を支える一人、フォワードの森島康人選手がですね、スパイクをプレゼント、番組用にスパイクをプレゼントしますって私に託してくれて、ちょうど9月に藤枝の練習場に私が行って森島選手のインタビューをした、終わった後に帰りにこれを持って帰ってくださいっていただいて、でその場でサインを入れていただいて、でこれをプレゼント企画にしようって言って、11月ずっと毎週告知してるんですけど、これの今夜が確か最後、今夜までの募集で1名決まるということなので、詳しい告知というかね、最後の案内をマナさんにしてもらおうと思います。お願いします。はい、番組では、現在、J3 藤枝前 FC の森島選手のサイン入りプレゼン、サイン入りスパイクを抽選で1名様にプレゼントという企画をやっています。プレゼントへの応募方法は、YouTube のビターチャンネルアカウントをチャンネル登録、
そしてご自身の YouTube アカウントのログインに使っているメールアドレスからシューアキ 11@gmail.com シューアキ 11@gmail.com 宛てに住所、氏名、番組の感想をお送りいただければと思います。ちなみに、藤枝前 FC は次は、三沢で YSCC と対戦するということなので、こちらにもぜひ行ってみてください。今日の夜中の、夜中の23時59分まで締め切りですが締め切りです。皆さんどうぞ応募よろしくお願いします。まだ私へのファンレターが一通もありません。それはすごい寂しいです。ぜひ送ってください。お願いします。はい、まなちゃんありがとうございました。まだね、なんかあの募集はあのプレゼント欲しいっていう募集はちょくちょく来てるんですけどね、なんかまなちゃんへの質問がないっていうのはね、若干寂しいですよね。で、あの皆さん、今この放送を聞いてる人、まだ今夜ギリギリまでね、あの深夜って書いてありますから、まあ24時過ぎても、あのギリギリ間に合いますから送ってほしいんですけど、まあ条件はね、さっきまるちゃんが言った通りですが、あの、この抽選1名を誰が決めるかというですね、私ではありませんっていうね、このまなちゃんがこの人にあげたいって決めるんで、多分まなちゃんはですね、自分へのなんかメッセージとかが、書いてある人を多分あの忖度して選ぶと思いますので、ぜひ今聞いてる方でそんなプレゼント企画やってるのかって気づいた人はぜひあの Google アカウントをあのすぐ作れますから、まだそんなの作ったことないって人ももうあの30分ですぐ作れますからね。 Google アカウントを作ってビターチャンネル、今ちょうど見てるこの画面の多分画面の右下の枠のところにね、あのチャンネル登録のボタンがあるので、それをプチッと押して、それでメールをくれればですね、そして、まなちゃんかわいいとかね、まなちゃんネパール行ってきて、なんでもいいんですけど、あのそういう、まなちゃんへのなんかメッセージを書いて、たメールの方がですね、まなちゃんは恣意的に選ぶと思いますという、はい、いかにプレゼントをゲットするかのコツを私が話しました。さあ、どうでしょうか。特集行っても大丈夫そう？まだ特集行っても。特集を言っても大丈夫か、どっちですか。いい、はい、ではまなちゃん一旦ここで、お別れで、また番組の中盤で出てきてもらいます。特集に行きましょう。地域チャンピオンズリーグ2019決勝ラウンド、実は土曜日ですね、23日土曜日に、週明け特番をやりました。第1節と第2ですね、4試合をですね、約2時間ぐらいの特番をやって、もう4試合たっぷり、試合だけではない試合後のそれぞれの人たちのコメントもたっぷり、収録して特番2時間番組やりました。そして日曜日、昨日ですね、第3節のね、いわき、福井、高知、京都、この2試合を終わりまして、結果皆さんご存知だと思いますが、その2試合を今夜は、この83回放送の中で今からお届けます。今見ている画像はですね、2日目が終わった段階での、試合結果と勝ち点順位なんで、まあ見ていただいた通り、いわき FC が勝ち点6、まあこの時点で、実は JFN の昇格が内定しましたっていうね、まあ、そういうのもまあ特番で全部喋ってるんで端折りますが、この2日目終了時、おこしやす京都が3、高知ユナイテッドが3、福井ユナイテッドが0でね。で、1試合目のいわき福井というのがこれから見てもらいましょうということで、まあ、JFL 昇格を決めているいわきと、3位以下が決定してしまった福井というちょっと明暗がもうはっきり分かれているチームの対決なんですが、まあ、それぞれ、3試合目にね、どういう気持ちで挑んだかっていうのを、試合とともにインタビューで聞いてほしいと思いますので、それでは動画を見ながら私も喋りますので、早速、スタートでいいですか。いきます。おっと、なんと印象的なシーンか。この3日目は朝からずっと雨が降ってましたね。グラウンドが水浸し、ちょっとデコボコもしてるとですね、いやいや選手には何ですかね、サッカーやりづらいなっていう状況でした。さあ、こちらいわきの赤いユニフォーム、Jビレッジで福島でやってるね、もはやもうホームゲームというかホームの雰囲気を2試合ともできた。3試合目も多くのいわき市民がね、このJビレッジに
来てましたということで、さあこちらが福井の選手たち、試合前にみんなで一回集まって円陣をね、もう勝っても引き分けてもこの試合でまた福井に帰るんだっていうね、さあそれでは選手入場です。いわきの方のスタメンはですね、センターバックのウェズレー選手が出場停止なので、代わりにそのポジションに鈴木選手が入ったのかな、確か、はい、違うかな、はい、私今喋ってて間違ってるかもしれません。とにかくウェズレー選手が出場停止でね、はい、スリートップはおなじみの赤星、平岡、バスケスバイロンというね、中盤もおなじみ日高、前田、金、山下、ほぼほぼベスト、はい、さあ気になるとこちらもほぼ、はい、3日目と同じ、うん、あ普通全部使って大体一緒ですね、はいはい、さあキックオフです。前半立ち上がりは、あ、ゴールキックですね。まあ私もこれこの試合もちろん現地でずっと見てましたが、まあ、敗退が決まっている福井が全然そのなんか何ですかね、気持ち下がることなく戦っていたなというのは試合通して感じられましたし、ちょっとこの雨のピッチで。うまくボールとコントロールができなくて、特に赤星選手がこの後ちょっとこう足を負傷してしまうというのもあるんでね、できれば澄み渡った晴れ渡った日のゲームが見たかったなという気持ちを持って、この前半はおっとここはね、まあスリッピーですからね、ピッチが。スローインからヘディングずらして、横選手逆サイ来てますね、打ちましたっていうね、まあ、私この特集動画見ながら解説する気はさらさらなくてですね、皆さんと同じ気持ちでただ見てますただあんまり喋る気がないというかですね、堪能しましょうみんなで、こんなゲームだったよって。まだ 0-0 ですから。さあ今度福井のスルインから。ヘディングさ、そこボール止まるんですよねっていうね、あそこのペナルティの中のところがボールがちょっとこう田んぼになってるからストーンと止まっちゃうってね。後ろセラス。ウィーと。今最後競り合ったのがバスケスバイロン選手ですね。おっと、いいスペース見つけて、ダイレクトプレー、うい、密集してますよ。さあ、このセカンドボール、またいわき拾うと。最後のはちょっと残念なあれでしたね。さあ福井中盤の密集でボール取って逆サイに振るんじゃないですか。ボール走らないですね、ここは止まってしまうという、ね、おっと右に振ってこれもダイレクトにワンタッチコーナーですね、ウィーっていうね、ウィーでいいっていうね、力ありますね、なんてとこは。またコーナー、電光掲示板の絵がパッと映って、今まだ前半25分って感じですね、これ。ああ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、入った、入りましたね、
ゴール先制。前半28分、福井ユナイテッド背番号20番、中筋選手。はい。見事、この混戦のね、もうピンボールゲームだよね。当たって、こぼれた、当たって、みたいなのがね、うまく進めました。あと、またここ止まる。危険ですね、こういうバックパス的なものもね、狙われますよね。あっさりコーナー取ったんですね。さあ、まあ、このグループでね、首位でいるいわきが先制されるというね、3試合目にしていわきは先に先制されるというね、ゲーム展開です。下前田選手見てましたね、赤星選手のことを。あ、こっち。おっと、今ビッチャンス、うっと枠外。詰める田村監督と、向こうに移ってるのが福井の松井監督。さあ、ここですね、こう前半の40分ですね、ちょっとこう足首を負傷して片星選手が負傷で交代ですね。ちょっとこれは予定外というか、やはりこのグラウンドのコンディションがね、ややデコボコ、もともとピッチもデコボコしてるに加えてね、雨で滑りやすくて、多分着地した時に踏ん張り効けなくて、赤星選手はこのまま病院に直行しておりました。表彰式には松田優勢をついて戻ってきましたが、さあ試合再開してます。前半残り5分ぐらいです。カウンター、あ、バスケス、あ、これ私覚えてますね。レガースが両方とも取れるっていう、確か。この時間帯ね、リードしてる福井ね、ほぼ全員ちゃんとリトリートしてスペースを消して、あ、いいですね、今のバイロン選手のね、ターン。なかなかでも福井も硬いね、しっかり人についてね、1対1でも振り切られないようにっていうね、集中力も続いてると思いますよ、この時間は。あ、赤星選手は骨折だったそうです。今、チャットの書き込みで気づきました。捻挫じゃなかったですね。さあ、ロングボールからキープ。といいシュート。すごいですね、今のパスですね。さあ、右サイド。もうなんかこの、前者やチケツのね、秋田でもよく見た光景ですが、この右サイドのね、金選手もこの大会で本当に急成長したなっていうのを見てて思って。もう何せ走り負けないですからね、この赤いユニフォームの若い選手たちはね。躍動感あるなっていう。おっと、これチャンスですね。さあ、ここはセーフティーに逃げとかなきゃいけないっていう。あ、ファウル。こんな感じで大体前半は終わっていくんですかね、はい、終わりましたかね、これ前半。今これ後半キックオフですね。はい、はい、福井が 1-0 リードで、さあ後半スタートしてます。福井のセットプレー、別カメラ映像ですね、これどう見ても。そうですね。おっと、さあ追いつかなきゃいけない、いわき。ややこう、ね、ピッチを俯瞰に移しておりますから、10人の選手のこう連動した動きがよく見える画像と、前の帽子のおじさんに見切れてしまった。
ういーっと今左からクロスを合わせたのがバスケスバイロン選手です。はい、地元のお客さんお喜び同点ゴール、バスケス選手が決めて1対1いわき。これ後半の7分いやね、立ち上がりで、いわきが自分たちのやり方で1点もぎ取ったって感じで、おっとこうバスケスカメラじゃないですかこれ。これ私が撮ってたこのドリブル、ね、またぎうぃっていう。まあ私試合後あのホワイトバスケス選手にずっと密着して、この3試合目についてどうでしたって聞いた時に、やっぱりこのちょっとミネルタピッチ、あのグランドコンディション、まあ福井のあのやり方もあって、なかなか自分にボールが来る回数が前までの2試合とは比べて本当少なかったんでね、もっともっとこうボールに触りたかったなんて言ったんで、ね、なかなかこのバスケス選手の映像がそんなに多分入ってないかと思うんですが、そうです ね、 あの第2戦ってやるね、バックスタンドにはね、いわきのこの大きな弾幕と地元の人たちがたくさん詰めかけてね、やっぱ3連勝してJFL行こうっていう期待感があってね、雨降ってますけどかなりお客さん来てますからね、この辺ね1349人ですからね、スタンドにね、まあ、メインスタンドとかはもうぎゅうぎゅうでした ね。おっといい突破かな。さあ 1-1 でずっと時間が過ぎております。今もう後半40分ぐらいですね。これちらっと電光掲示板が映りました。狭い密集ウィッツウィッツ、マイボール取りました。さあアルセナル2分って取ってます。最後の猛攻仕掛けるか、おっとこれはどうなんだと。ああイエローで済みましたか。惜しい。今も当たってコーナーじゃないかっていうね、なんでよって今ヒザコ選手頭抱えてますけどね、ちょっといやいやあのこの後半の最後の方にレフリーに対してこう不満が残るような感じが4KFC の選手にもありましたが、これで 1-1 終了と。クネ選手は手袋を脱ぎ捨てて投げ捨ててね、気持ちが高ぶってましたからね。じゃあこれで試合後いろいろコメント出ますが、多分字幕テロップがついてるんで、あ、両監督握手と、はい、もう年齢差がね、何歳違うんでしょうね、望月さんと田村さん、両者の戦いを称えて、では試合後のコメント見ましょう。あのもう消化がないんで、だけどこのまま帰れないですね。という気持ちで選手を打ち出したと思います。今シーズン攻撃的なサッカーを目指されているということを話ありましたけれども、非常にこう見応えのある攻撃的なサッカー、そういったサッカーの質っていうところを追求していくことと、あと勝敗という勝負のところというところを追求していく、この2つっていうのがこの JFL 昇格のこの地域チャンピオンズリーグというレギュレーションの中で両方を求めていくということが可能かどうかというのは、監督ご自身はどのような風なイメージを持っていらっしゃいますか。そうですね、やっぱり結果を出したい、だスポーツの世界は結果すべてなので、やはり結果を出すためにはやはり堅守速攻というところは捨てられないなというのがあります、はい、でそれをやはり求めないと、玉際の厳しさとか一対一とかそういう守備の粘り強さっていうのは今日出せたと思うんですけど、そういうベースがあってそれで質の追求っていうところでやっぱり1対1の子では勝てない、まあ、なかなかそういう資金力の問題もあるので、まあ、そういうじゃあなんで勝負するかって言ったら技術や巧みさであったりとか連携力であったりとかそういうところで勝負を
したかったなというところで、まあ、出せたところと出せなかったところはあるので、ただ決して質を追求して結果をおろそかにしているわけではなくて、やっぱ結果が全てだと思ってます。結果を重視しながら質を追求していきたいなと。そういう側面から見て、このラウンドに勝ち上がった他の3チーム、というのは、監督から見て、まあ、全体的な印象というのはどういったものになるんですか。いや、本当玉際に強くて堅守速攻のチームが多い中で、やはりそこは学ばなきゃいけないところは、今までそういうサッカーやってたので、やはりそういうところはきちっと抑えて、行かないとダメだなっていうことは感じました。まあ本当に京都にしても粘り強くて、切り替え早くて球際も強いし、で、コーチは縦に速いし、いわきはパワフルで、その中にこうゴール前の仕掛けがアレンジがあったりとか、本当魅力的なチームの3チームだと思うので、まあやはりここに来てるチームだなっていうのは感じてます。ありがとうございます。まあ、今日試合結果としては1対1、まあ、ドローということで、終わりましたけれども、まあ、この3試合の中で、今日の試合というのは山田選手にとってどんな、そうですね、前半の入りから、はい、まあ、しっかり前から、プレスもいけて、競り合いの部分とかでもしっかり体張って、まあ、みんな戦えたかなっていう印象はありました。1戦2戦となかなかその戦い方も含めて、まあ、迷いであったりとか、あとはまあコンディション的な部分ももしかしたらあったのかもしれませんけれども、全体的になかなかこう力を出し切れてないということを、まあ、特に2戦目が終わった時に、山田選手おっしゃってましたが、攻撃的な、見応えのあるこのサッカー、今日、まあ、たびたび見せてくれたような形ですね。また1次ラウンドで、見せてくれたような爆発的な攻撃力、まあ、見応えのあるサッカーというものと、まあ、単純に勝敗、勝ち負けというところ、まあ、その両方を追い求めていくということは、この地域チャンピオンズリーグというレギュレーション短期決戦というところで、両方を求めてそれを勝ち取るということは、山田選手から見てこう可能だったか難しかったかというところをちょっとお伺いしたいです。そうですね、まあ、僕も今年1年やってきて、まあ、国体も含め、まあ、結果が今まで出てきて、その中でまあしっかり僕らのサッカーは蹴ってするサッカーじゃなかったので、はい、しっかりつないで要所要所で相手の背後を取って、うまく相手の、裏やペナルティエリアの中で細かいパスワークなどでつないでっていう中で点を取っていこうというのが今までできてきてて、まあ、この最後の、ラウンドでは、まあ、1試合目と2試合目に限ってはその回数が少なくて、まあ、点にはならなかったんですけど、ただ、まあ、この最後引き分けたっていうのも事実なわけで、はい、まあ、僕らの技術がまあもっと高くあれば、相手のプレッシャーも跳ねのけれるぐらいの力をつければ、僕らのやってるサッカーっていうのはきっと J リーグや JFL 相手にもまあ戦えるサッカーではあると思っているので、はい、まあ、昇格したいからといって来年から、まあ、リスクを負わずに蹴るサッカーっていうのに切り替えずに、しっかり僕らがやってるのは、まあ、見てくれる人も感動するような、そして綺麗なゴールを生み出すようなプレーっていうのを追い求めて、まあ、ただ失点、全試合で失点してしまったっていうのは事実なので、そこはやっぱりしっかりもうディフェンスラインは守らなきゃいけないし、フォワードもディフェンスラインだけで守れなかったら協力しないといけないと思っているので、まあ、そこは真摯に受け止めて、まあ、両方しっかりと追い求めていって、もっと強いチームにしていきたいと僕は思っています。いいですよ、やってて。ちょっと試合で負傷して、はい、口の上唇のところを切っちゃったんですね。そうっすね、ちょっと腫れてますね。はい、美男子がちょっと台無しになりかけてますが、お疲れ様でした。第1戦、第2戦と、まあ、キャプテンとしても、はい、なかなか力が出し切れないということをおっしゃってましたが、はい、少し修正というか、チームで少し後ろすぎ、回すのが後ろすぎたっていうのを修正して、
ある程度裏に蹴った後につなぐっていうので、これでまあ押し込めたんで、そういう修正ができたんで、うん、まあ、今日は、まあ、勝ちたかったですけど、そうですね、まあ、全体見ると、まあ、いわきは押し込んでいるようには見えますが、まあ、サッカーというのはこういうもので、はい、必ずしも押し込んでる方が優勢かというとそうではなく、多分福井の選手も手応えを感じながら過ごしてた90分かと思うんですが、まあ、今日のようなゲーム、はい、まあ、今日、勝ちという結果は得られませんでしたが、こういった見応えのある、攻撃的な質の高いサッカーというものと、まあ、単純に勝敗、目先の勝ちを拾いに行くというサッカー、まあ、それが得てして蹴るサッカーというのがつながりやすい傾向はあるかと思うんですが、はい、まあ、そういったもの、それを両立させていくというのは、このカテゴリーから JFL に上がるこの独特なレギュレーションの中で、はい、両立させるというか両方を持ったチームを作っていくというのは、十分可能と思われているのか、なかなか難しいと思われているのか。いや、まあ、可能だとは思いますね、うんうん、そうですね、まあ、いろんな特徴のあるチームが集まったと思うんですけど、まあ、その中でもやっぱり、京都さんが印象的で、はい、まあ、ああいうプレッシングサッカーを90分やり通せるっていうのは、やっぱり、1年そこらで徹底したものではないとは思うし、はいはい、素晴らしいサッカーだと僕は思うし、まあ、コーチさんにしても鋭いカウンターでうちもやられてしまったり、まあ、岩木さんはもう見て分かるとか、パワーで押し込んでるっていう、やっぱり特徴がある中で、うちはどっちかというと、蹴るのか、つなぐのか、まあ、両極端な話をしますと、はいはい、どっちつかずだったかなっていうのが、この大会に関しては。そうですね、うんうん、そこをはっきりできなかったっていうのも入ったと思うし、まあ、ちょっとまだ整理できてないんで、まあ、難しいですけど、まあ、そうですね、そう、はい、まあ、それでもこう第2戦終わった時は、はい、やっぱり橋本さんもかなりこう不甲斐なさというか、そうですね、感じられて、はい、コメントしてくださいましたが、まあ、1日置いて、まあ、今日に挑むというところで、はい、またこう自分たちの基本に立ち返るということがこの1日でできた部分もかなりあったかなと、そうですね、いや、もう今日に限っては遠くからやっぱりサポーターの方々が、うん、1戦目から、はい、駆けつけてくれて、はい、もうどうしても勝ちたかったなという試合だった、うん、本当に戦術というよりも意地とプライドの戦いだったかなっていうのは、ゲームでしたよね、振り返れば思います、うん、はい、まあ、結果は負けてしまいましたが、楽しいシーズンだったか、結構難しいシーズンだったか。まあ、難しいシーズンでしたね、うん、まあ、前者も僕らは予選で負けたり、うん、なかなか大事な試合を勝てなかったっていうのがスタートだったので、うん、はい、まあ、決勝リーグ来ましたけど、まあ、大事なところで力を発揮せずに発揮できずに敗退 してしまったっていうので、やっぱり、そうですね、まあ、難しいシーズンでしたね、はい、カテゴリー1個上がりますけど、それについてどう思いますか？いわき FC をGFL に上げれて終えたことは本当に一つのずっと新体制発表からの目標だったので、まあ、そこは本当に良かったと思ってます。お疲れ様でした。3日目終わりました。お疲れです。勝ちたかったけど、はい、ゴール決めて、はい、どうですか？いやー、まあ、本当まずはたくさんのサポーターが今日雨の中来てくださって、まずそこに感謝してプレー入ったんですけど、まあ
っぱり先制点取られたっていうのも、まあ、1本の1本のセットプレーからでしたけど、別に慌てることなく後半絶対チャンス来るってずっと信じてたんで、まあ、本当に、日高選手がすごいいいボール上げてくれたので本当に押し込むだけでした、はい。まあ、正直やられてもおかしくない面もありましたし、まあ、ディフェンスも耐えましたし、まあ、攻撃も最後まで攻め続けたんですけど、まあ、ちょっと不運なジャッジもありながらも、まあ、別に悪くは捉えないで引き分けで、まあ、一応優勝は決まったので、全然悪くはない、まあ、そこは本当に今後につなげていきたいですね。見事1度クラブを JFL に入れたんで、はい、よかったですよ。決勝ラウンドで得点1が見れて、僕は個人的にそうですね、よかった。あ、得点2ね、2ね、これに、うん、あの前の試合の3点目の、ね、あれはほら、もう待ってりゃごっつぁんだから、そうですね、今日もごっつぁんみたいな感じですまあでもそこに来るとちょっと信じてほしいですね。それでは良かったです。この間予約パックでたくさん喋ったんで、はい、次会う、僕はこれ今日終わったらもう東京帰っちゃうんで、はい、次会う時までなんかいろいろ変化があったらしいです。はい、あと昨日放送して、ああ、大学の呼びかけみんな見て喜んでたから、いましたよ、ここ来てくれたらみんな、はい、あ、見た、見ましたよ、今日の朝見ました、ツイッター見てて、もうほぼバイロン特集にしてきましたねあのこれ見てくださいって言ってドアップしてたの見ましたそうです、まだ分からないです、どうなるか、バイロン取らないの、取らないです、取材あります、はい、浴びましたよ、はい、え、弁当外っすか、あ、OK です。ありがとうございます。まあそうですね、日曜日ということもあって、本当にたくさんの人来ていただいて、まあ、本当にホームみたいな雰囲気を作っていただいたんですけれども、まあ結果的に、勝利することはできなかったんですけれども、まあ勝ち点1を得たということで、まあ、勝ち点的には首位に立ったということで、まあ、選手は本当によくやったというふうに今終わりました。まあ、今日3戦目ということもあるかと思うんですが、まあ、スタメンを多少変えてきましたが、この辺の意図でしょうか。いや、スタメンを変えた意図は、1人はウェズレーは累積だったので、1人変えたということと、松崎に関しては、昨日のミーティングで寝坊したので、変えたです。まあどっちかというと、うちより福井さんの方がもっとポゼッションをしたかったと思うんで、ちょっと福井さんにとってはちょっと不利だったのかなと思ってますけども、まあ、水たまりがあるところと、ないところもあったんですけれども、まあ、でも3日間通して本当にいい状況、いいスタジアムでいいグラウンドできたなと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。3日目、勝ち点1で首位で終わりましたねっていう、まあそうですね、はい、まあ、まあ結果的には勝ち点3取れなかったですけれども、まあ、勝ち点1取れたってことは、まあ、最後選手には褒めましたけど、まあ、ちょっと前だったら逆転まで持っていけなかったんで、まあ、それは逆に成長かなというふうに思ってます。危ないシーンも作られても、ね、崩れなかったというか、まあそうですね、まあ、ちょっとセットプレーだとちょっと危ないなと思ったんですけれども、はい、まあそこ選手同士が声かけ合ってたんで、失点した後にね、まあそうです、2失点3失点といかなかったので、はい、まあ一つ大きかったのかなと思います。まあ上ずるは出場停止だったので、あ、出場停止ですね、はい、じゃあそうじゃなかったら、まあ上ずるでしょ、ね、行こうと思ってたってことですね、はい、まああとその松崎は、まあ昨日の試合前っていうか、はい、相手の分析のそのミーティングに寝坊したんでまあまあでもまあ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 でも言ったのはダメだけど、うん、19歳が1年間通してここにやってきて、まあ、先に昇格決まってしまったから、まあ、緊張の糸が切れたのも分かると。でもそれを切らさずにもう一回みんなで決勝戦のつもりでやれって言ったのところだから、ね、残念お前外すよってことを言ったので、言ってそれならね、はい、まあ、だからここから成長、まあ、逆にチャンスだと思って自分がどういうふうに向き合うかがだなっていうふうに言ったので、そうですね、まあ、あんまりメンバー変えすぎてうまくいかないなっていうふうに思ってたので、まあ、よっぽどのことない限り同じメンバーで行こうというふうに思ってたんですけど、
小村監督が今年1年間で作り上げたチームをワンワードで表すとしたら、つまりこの日本のサッカーファンがですね、いわき FC 来シーズン JFL 開幕、多分ホンダ FC と開幕戦やると思うので、はい、そっか、そういうチームなのかということを監督なりに、まあ、いろいろそれを考えてはきたんですけど、考えていただけましたか。まあなんだろうなって、もともとその魂の息吹くフットボールだったりとかそういうのはあるんですけれども、エキサイトメント、エキサイトメント、まあ興奮するっていうか、まあ、どっちかというと僕今日ミーティングでも躍動するみたいな、まあそういう会社のバリューっていうか、まあ価値のところにもあるんで、まあそういう言葉かなというふうに思ったんですけど、まあやっぱり講師において選手が躍動することだったりとか、やっぱりそのハートの部分だったりとか含めてやっぱ大事かなっていうふうに思いますし、なんでそういうサッカーしてるかって言ったら、やっぱ元気、人々に元気を与えたい、勇気を与えたいっていうのを思った時には、やっぱりそういうスタイルかなっていうふうに思ったので、エキサイトメント。なんでやっぱりこうプレー中、試合中にちょっとこう、諦めるっていうか足止めるとか、そういうではないですね、試合の向かい方をしないチームだっていうことをやっぱり、はい、そうですね、一人一人の選手にずっと言い続けてきたな、はい、やっぱ90分間倒れずに、前に前に90分間プレッシー付けようっていうふうにはずっと言ってきてるんで、まあ、一つそれがどういう形になったか、僕はなんかずっと土台作りだとは思ってるんですけど、まあ選手が、まあ、やっぱ人間ですから、ずっと走れって言われてもきついですし、スプリントやれって言ってもスプリント繰り返せって言ってもやっぱきついところあると思いますし、ただでも、この間の京都戦の時にセットプレー、コーナーキックセットプレークレーした後に 4,5 人ぐらいがスプリントをかけてゴール前まで走った時にスタンドからおーって声が上がって、まあそれパッと見た時に、あ、いわきのサポーターでもないですし、あの普通の人がこうに見て結構目前の声と客がそこで湧いてました、ね、おーっていうのは、あ、やっぱ単純に見てる人が楽しい時ってやっぱそういう時なんだ。そうなんですよ。誰かが一生懸命なプレーをする、やっぱりゴールに向かう迫力だったりとか、まあ、一概に全部一緒じゃないと思うんですけど、やっぱりラグビーも一緒だと思いますし、あのゴールシーンだとか得点シーンだけが湧くシーンじゃなくて、実はあのその攻守の切り替えとか、そのスペースにこいつすごい走ってるぞってか、全然ボール来ないから画面から見切れてるけど、見てる人はあいつすごいぞってなってるのが目の超えた。そうです、ね、イングランドの時とそんなファンばっかりで、うん、だから、そういう人に伝わってるゲームだっていうことですよね、京都戦のあのシーン。なんかすごく大きなこと言うと、僕が思ってるのはなんかリバプールじゃないですけど、サポーターがそれを分かってる。そうなんですよ。だからそれをやらなかったら逆にブーイングすると。そうなんですよ。だから結果は後でついてくる。そうなんです。だからそういう、まだできて4年目ですし、あ、そういうところを目指してもいいんじゃないかな、日本にないクラブとして。やっぱ岩手 FC はそういうことをやり続ける。でそれでサポーターもそれで、それが根付いている。スタジアムに来たらみんながそういう姿、選手もどっちかというとそういう姿、それをしないと認めてもらえない。そうですね、上手いだけじゃダメだっていうね。だからそういうのが、まあ、日本サッカー、まあ、今のところなんともないですし、あのそういう熱狂空間だったりとか、まあ、わかんないですけど将来ですけどね、まあ、そういうのをここに作ると思うと、やっぱ僕がここにやってるこの土台作りっていうのはすごく大事だと思うし。そうですね、ベースですからね。 はい、それをしっかりここに根付かせていかなくちゃいけないなっていうふうには思って、やっぱりエキサイトメント、一言で言えばエキサイトメント、ビシッと作っときます。はい、よろしくお願いします。あの今回はずっと最後になりましたけど、朝まで、あの、まあ、ずっとやってきた子だからここにスタートにしようかなと思いましたけど、でもやっぱ前も言ったように僕チャンスだと思っちゃうんで、あ、こいつこれでこれを、そうですね、なんかこういうやっぱ偶然が必然だから、やっぱこういうふうにこれを必要な生かさなくちゃいけない。だからちょっと多少きついこと言ったとしても本人がそれを向き合うべきですし、その後を見てるってことですから、そうです。でこれで勝てなかったとしても、まあ、それは間違いじゃないし、人を育てようと思ってるんで、だからそこはもう思い切って判断しましたし、まあ、代わりに出た選手がすごく悪い方はそうでもないですし、まあ、その子が一生懸命やってくれるんだろうなというふうに思ったので、まあ、そういう準備ずっとさすがなんで、まあ、結果的に勝てたらよかったですけど、はい、まあ、でもいや、もっと大事なことがありますよね、うん、僕はそういうふうに思いますけど、あの日本中にもたくさんのいい監督
いますし、世界中広げればいっぱいいますが、ただ勝たせるだけにプロフェッショナル監督という監督もいますけど、そのこいつがどう子育てで成長するかということをずっと見続ける監督というのはたくさん、ね、名将がたくさんいるので、田村さんが今おっしゃっていることは そういう側の、まあ、そう言ってないですけど、まあ、要するにこの19歳20歳がどう、ね、1年後までにどうなるんだっていう、うん、だからそういうなんか一つのポイントになると思いますし、す、来シーズンも JFL 開幕からビシッと田村さんのチームで、まあそうですね、多分、まあ、多分本立てやるんで、いい風に仕上げて、まあ多分皆さんがやっと僕たちも全国区になるんで、はい、まあ本立っていうそういう社会人の王者と4年連続チャンピオンと開幕戦でやれるなんて最高の、いろんな人が注目してくれていると思います。しかも宮古田でやりますから、はい、イングランドのフットボールの4部の香りがプンプンする宮古田で、そのエキサイトメントを目の超えた本、あの宮古田の客がですね、陽気はすごいじゃないかっていうのを僕も4ヶ月後、今から楽しみだ。ありがとうございます。頑張ります。期待しますね。はい、ありがとうございます。私今日これで東京帰るんで、はい、また次お会いする時まで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。以上とマナちゃんがびっくりした。はい、以上試合目の、試合と試合後の、いろんな方のインタビューです。最後の田村監督のね、こう公式会見が終わった後にもう一度私がすいませんってね、建物の外で聞いた話は、まあ、ものすごい面白かったんでね、今回この編集をしてくれたのはラーテルさんでですね、本当にラーテルさんの力作編集ですね、ありがとうございました。このいいあれですね、インタビュー動画が良かったですね。これを見た今いわき FC をのファンの方、今のインタビューを聞いて皆さんはどう感じてるんですかというのが逆に私からのメッセージでございます。とりあえず1試合目やりました。これでいわき FC は勝ち点7で、堂々の1位で、JFL 昇格です。福井などとは勝ち点1で4位ということで大会を終えました。さあ2試合目に行く前に午後の試合は直接対決、勝った方が JFL だという大一番なんですが、その前にですね、マナちゃん登場してもらってるのはですね、お便りコーナー、今日も先に終わらせたいというかね、マナちゃんにいいですか、振って。ではお便りコーナーです。マナちゃんお願いします。はい、投稿メールの、時間です。1通目はまず奥ちゃんさんからです。参謀長、スタッフの皆さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。久々に投稿させていただきます。今シーズン長野県リーグを一分けも入り制したリベルタス、北信越2部昇格を目指して戦ってきましたが、いよいよ大詰め、11月17日北信越チャレンジリーグ最終戦を片道4時間かけて観戦してきました。対戦相手は地元石川県のテイヘンズ FC。 前半15分大島選手のゴールで先制、その1点を守りきり1対0で勝利、見事来季の北信越2部昇格を果たしました。この日リベルタスのベンチ入りメンバーは11名、台風の影響で日程が変わりリザーブ選手ゼロ、交代要員なしの厳しい戦いでした。そんな中選手たちは最後まで諦めず足を止めずによく走りました。台風の被害がまだまだ大変なホームタウンの千曲市ですが、元気が出る明るいニュースを届けてくれました。奥ちゃんさんありがとうございます。2通目はかずみさんです。参謀長、週明けスタッフの皆さんこんばんは、お疲れ様です。2019地域チャンピオンズリーグ決勝リーグに行ってきましたって内容は週明けでやるし投稿も多いでしょうから、視点を変えて改めていつも分かりやすくかつ楽しい週明けイレブンの中の人たちへのリスペクトと感謝を込めて、会場を駆け回り本当に寝る間を惜しんで番組を作ってくれるスタッフさんたちの姿を捉えましたので皆さんにご紹介したく、参謀長、スタッフの皆様本当にありがとうございます。どうぞお体だけには十分お気をつけて、写真の赤べこめちゃめちゃいいですよねとのことです。こんな素敵なメール本当にありがとうございます。以上です。さあでは引き続き週明けイレブンではですね、投稿メール皆さんからのお便りをお待ちしておりますので、
こちらの、Gmail アドレスまで送ってください。何でも構いませんよっていうね、皆さんの身近なサッカーをね、ぜひ自らアピールしてくださいということで、スパイクプレゼントも同じメールアドレスですので、よろしくお願いします。ということで、今夜の放送のお便りコーナーは終了で、いよいよ特集続きましょう。2試合目いきます。もういきなりいきましょうか。試合動画。いけそうですね。はい。では、いよいよ、ラストマッチ、6試合目、決勝ラウンド、勝った方が JFL 昇格を決めます。運命の試合、見ましょう。高知対京都。まあ、率直に、西村さんからはこの1試合目のゲームをどう映ったかっていうのはお聞きしたかったんですけど。やはり試合0対3でね、まあ、点数から言えばやっぱり完敗なんですよね。やっぱり第1戦で、やっぱりこの福島の地元のいわきで、まあ、700人のサポーターがいて真っ赤なね、はい、ちょっとやっぱりその雰囲気的にね飲まれた感があったんですけどね、はい、前半は良かったんですけど後半にやっぱり彼らのやっぱりまあ、特徴であるフィジカル的なところ、はい、そこでちょっとやっぱり、ね、はい、ボールがセカンドボールが拾い出されて、はい、まあ、リズムを取られたっていうゲームだったと思います。私が見てた印象で後半ちょっと足が止まり始めたかなと、あの時間帯60分65分っていうあの時間に相手20歳前後のまだまだ走れるっていうところでそこのあれでポンポンと2失点っていうのが、そうですね、やっぱりそのこの、まあ、初日の難しさもそうですが、そうですね、コンディションとか試合の入り方というのがやっぱりこういう大会の難しさで、うん、ありますね。やっぱりサッカーなんで失点はあるんで、うん、大事なのはやっぱり2点目を取られないっていうのが ね、これがセオリーなんでね、はい、その2点目がやっぱり僕らの経験のなさであまりにも早く2点目を取られたっていうのがね、今日の一番 のポイントだったと思います。多分2019年のいろんな公式戦の中で初めての状況だったんじゃないかと思うんですよね。ポポンとああやって2失点するっていうのは。そうですね、まあ、それとやっぱり言い訳ですけどやっぱり四国のリーグとね、うん、やっぱり全国レベルの質はね、質はやっぱり違うんで、まあ、でもこれを明日以降ね、2日目3日目、はい、あと2試合残ってますんで頑張ります。今日は、はい、というわけでですね、実はこれは初戦に 0-3 で岩手に負けた試合後に西村 GM に私が話を聞いておりまして、ここからのねどう立て直すんだろうっていうのをね私も注目しておりました。今ここではね、試合前のね入場シーンですが、コーチは2日目は、勝利して、じゃ京都が2日目は負けて勝ち点3で並んでる状態でいよいよ最終日ですという、最終日です、白がアウェイユニのおこしやす京都、画面左がコーチになっていくの選手たちです。キャプテンが、コーチは横田家選手ですね。そして京都の方はスタメンがですね、フォワード勝松選手、中盤清水選手、高橋選手、柿木選手、森谷選手、山本選手というですね、見ていただければ分かりますが、エリック・クミ、インブラヒム、サバーンがベンチスタートですというね、やや驚きのスタメンでした。ピッチに出てる選手全員日本人になってますっていうね。さあもう午後になると、この試合になるとね、もう雨は止んでるんですよね。ただちょっとグラウンドがまだ水気を含んでるなという感じだと思ってください。そう、今ペナルティで接触しましたよ。コーチのコーナーキック、おっと混戦からゴールを決めました。これが、前半19分ですね、はい、西村選手、さあ先制された京都、実は勝ち点は並んでいるので 3-3、 勝ち点3同士の京都と高知なので、得失点差は実は高知の方がプラス2で有利なので、1-1で引き分ける、追いつけば、1-1で追いつけば京都は、2位になれるというね、そういう状況でもありました。
こっちは絶対勝たなきゃいけないっていう、こっちには勝ち点3が必要だ。まあ、勝間選手はね、トップに置いてこう裏への抜け出しとかね、やっぱりスペースを使って仲間の押し上げを待ってちゃんと味方を使うっていうね、さすが本当に経験豊富な選手がね、この大事な一番でスタメンに出てね、何をやるべきかはしっかりプレーで示せたなと。いやいや、このイブラニンとエリック・クミン、サバンがいない、まあ、特にイブラニンが出てないということで、以前だったらこのサイドバック、両サイドバックの裏のスペースにね、イブラヒムが走って、そこにロングパス1本でまず最初の攻撃って感じがあるとか、そのやり方は、まあ、できない中で、このスタメンのメンツでどういう、スタイルをやるかということに、やや前半の序盤の時間帯はなかなかこうピッチに出てる選手たちがこうしようっていうのがまだはっきりしない時間帯だったなっていうのが前半ですね。まあでも前半の終わり頃になると京都は自分たちのリズムをつかめるようになったんでね、非常に互角のゲームをやっています。そしてこちら京都石田監督、まだ前半続いてますね。これご飯もう前半の終わり頃だと思うんですが、ちょっと出てしまった。これで前半終了。1-0で折り返します。コーチリード。もう先制してるコーチね。十分いい結果。そして石田監督、毎度特番でも言ってますが、TPTV で必ず前半ワールドピッチまで出てきてね、選手たちを迎えてあげるというね、いつもの光景。さあ後半始まってます。ハーフタイムでの選手交代がありません。まだ京都のガンナ陣は出てきません。裏に抜け出した風間選手、さあこれコーナー取ってますね。私ここの時間帯、後半立ち上がって10分ぐらい、京都いいリズムでいい攻撃始まったなと思って、もうこのペナルティの中でのね、攻撃する時間がどんどん増えてきてるんですよね。セデスロギングラーって、京都のセンターバックのキャプテンマークを巻いている4番の、ね、内田選手、2試合目が出場停止でしたが、3試合目はスタメンから出てね、もう休養十分だから俺がやってやりますよって確か2試合目終わった後にコメント出してくれますが、ういっとここです。いやービッグチャンスだったなと思って、さあコーチのセットプレーをセカンドボール拾って、ふわっと浮かしてファーでクリアと。さあ多分この頃も京都の選手交代のベンチから出てくるシーンが出てきますか、ね、出てきますね。さあ両者どっちが1点入るかっていう、もう展開ですから、京都が同点に追いつくのか、コーチが突き放すのかっていうね、もうどっちに転んでもおかしくない、この後半の立ち上がりの15分間くらいは。手に汗を握る攻防って感じの時間だと思います。さあここからもう一回勝ちます選手、うい見てる、い
や、コーチの選手もよく戻ってきましたね、今のところスペース。さあこれです、後半のこれが確か68分ぐらいですよね。イブラヒム背番号11、エリック・クミ背番号25、サバーン背番号19番、3人同時に投入。サバーンはボランチの選手、クミとイブがトップ、まあハイタワーでもありますね、裏へのっていうね、もう一気に勝負だなって市川監督、これを狙ってましたねっていうね、ところがなんですよ、ところがなんですよ、3人投入した直後ですね、ちょっとこの巨人選手でなんかバタバタして、もうコーチがいきなりゴール前にチャンス作ってくるっていうね。そしてこれです、素晴らしいミドルレンジ、いやもうこの時のコーチの選手たち、あこちらコーチで応援してる皆さん山本さんも今赤いメガホン持ってるのが、うん、チームメイトの理事の山本さんでした、はい、2-0 です。さあガーナ人を3人入れて、局面を打開してね、まず1点だと思った矢先に失点したんですが、さあこれはイブかアクミかどっちだ、イブラヒミですね、おっとスライディング、これがサバンですね、とセカンドボール激しいですね、あ今のがサバンですね。あの石田監督に私はまあ試合後ちょっと聞いたんですけど、この 0-2 の時に実は全然慌ててなかったと、石田さんは実はこの時間帯は全然まだいけると思ってたよっておっしゃってましたね。 2-0 から 2-1 にしたらすぐ2点目もいけるんだと、だから実は3人投入した後の 0-2 っていうのは実は慌ててなかったとはおっしゃってましたがですね、ちょっとやっぱりまあコーチの方の方も、まあ、石田監督がいろいろこう戦術もそうですね、出てる選手にもいろんな指示でね、そのガーナ人3人出てきた後の対応修正みたいなのがかかってたんで、まあ、これは今ファールかな、うん、ファールですね、キーパーへのチャージでファールでノーゴールですけど、まあ、要するにコーチの方はですね、しっかり弾き返すっていうことをやってました。そして石田監督が最後のキープではこの入れたばっかりのイブラヒムをまたすぐ下げて、背番号15番の、玉川選手を入れました。まあいやいやエリックね、短い時間しかピッチに出てなくてね、これが 0-1 のままだったらイブラヒムもずっと出続けてたろうという感じですが、もう残り時間が少なくなってたので石田監督が最後の交代策をこのように使いました。刻々と時間が減っていく中で京都に1点入ればという思いがあったんですが、これです、ものすごい素晴らしいフェイントからのもうダメを吸う87分の田口選手のゴールで、これでもう万事休すと、まあ、突き放したコーチは見事でしたね。これで 0-3 とピッチを見つめる石田監督の、まあ、心中やという感じですが、その後ですね、もう試合終了間際になって、コーチが、あごめんなさい、起こしやすが京都が1点を返すんですが、多分それがこのシーンかなと思うんですが、コーナーからこれで 3-1 ですね。坂口選手の1点で、まあ、石田監督はとにかくね、行こう行こうと声をかけてますが、やはりあの3点目のとどめを刺したというね、長尾選手のゴールが、まあ、こうなってみれば、1点は入れたものの、やっぱり、それでもまだ2点差だっていうね。貴重な3点目だったなと、やっぱり試合 の, この流れや結果を見ても思いますね。まあこれでコーチは
時間を使ってノアジソンに突入していると思いますが、もうあと数秒で終わるぞっていうぐらいですね。これはもう、最後のクッキーがすごい。以上、こっちになってると2位で JBL 昇格です。ちょっとしばらくスタジアムの雰囲気を聞いてください。はい、さあ見ていただきました。ややね、雨が止んでもやがかかった J ビレッジのピッチで喜びを爆発させた高知ユナイテッドの選手たちと、それをね迎える、ね、高知からはるばる来たサポーターの人たちとね、ものすごいまあ、歓喜ですよね。それ片や京都の選手たち、私はどっちかというとその京都側の方にいたので、もう本当歓喜と絶望っていうのがこれだけ明暗はっきりするのはね、チャンピオンズリーグの3日目の光景ならではなんですが、今見ている画像はですね、最終順位です。3日目の2試合終わりましたから、高知が勝ち点6、2位と、おこしやす京都は勝ち点3で3位で終わりましたと。ですね、この後、この後、表彰式が行われてまして、その後に表彰式が終わった後に、両チームの監督や選手のインタビューを聞きました。今夜の放送はですね、ダイジェストで終了にしましてですね、この、まあ、勝った高知と負けた京都の監督選手たちのコメントは次回流します。おそらくその方が、みんな心を落ち着いて聞けるかとも思いますし、今夜の特集地域チャンピオンズリーグ決勝ラウンドレポートは、第83回放送は以上です。ただまだまだ伝えきれてない、我々週明け取材班がたくさんいろんな人にインタビューしているので、それは必ず出しますので、この続きはまだ終わってませんから、ぜひ、高知の特にね、高知の、戦った選手たちのね試合後の、インタビューなんかはぜひ聞いてほしいですね。大人参謀長は勝者を称えてね、おめでとうございますはそうですが、敗れ去った男たちがこの大会でどういうことを感じたのかっていうことを伝えたいっていうのも私の中のテーマなので、石田監督や勝松選手かな、確かね、すごくじっくり聞いたので、やはり、敗れた者の敗者の言葉もしっかり聞いてほしいなと思って、
それは次回以降にやりたいと思います。ということで、じゃあ画面開けましょう。特集終わりました。さあ、まなちゃんも消しちゃってください。まなちゃんいりませんので。はい。待ちますよ。はい。まなちゃんは今日門限が早いので帰りました。エンディング。もうエンディングです。お便りも終わりましたし。来週の予告、来週の予定はですね、12月月曜日に放送します。第84回放送。JFL の最終節がありました。12月1日、今週末ですね。松江シティとドラゴンズ直接対決、残留争いやりますし、その他にも JFL の最終節をもう1試合ぐらいは取材に行けそうなので、今回、日曜日の試合をすぐ月曜日で即立ちで、こうやって番組で生放送やりますが、来週も日曜日で終わったばっかのいろんなものが決まったことをすぐ月曜日にお伝えしたいと思いますということで、来週の特集もお楽しみに。そして、森島選手のスパイクプレゼント、ただいま時刻21時20分ぐらいですから、あと3時間半か4時間ぐらいには、番組スタッフも集計締め切りに入ると思いますので、まだ間に合いますから、ぜひ、スパイクプレゼントね、森島選手から自らね、これを本当に主役リボンを見てるねファンの人にプレゼントしてほしいと言って提供していただきましたから、皆さんの反応も楽しみに待ってますので、メールをお待ちしております。では終わります。また来週、12月2日月曜日、夜8時頃から生放送スタートです。ご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。